ネスカフェゴールドブレンドバリスタ W、 コーヒータンク、コーヒー計量器プレートのお手入れ方法についてご案内します。本体の故障やトラブルを未然に防ぐためには、毎日また定期的なお手入れが大切です。本体からコーヒータンクを取り出します。次にコーヒータンクからコーヒー計量器プレートを引き出します。お手入れについてです。コーヒー計量器プレートの汚れが軽い場合は、乾いた布で汚れを拭き取ります。汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤を使用して洗浄し、よく洗い流してください。その後、十分に水気を切り、一昼夜乾かします。またコーヒータンクは水洗いをしないでください。お手入れ完了後、取り付け前にコーヒー計量器プレートが完全に乾いていることを確認の上、しっかりと奥まで差し込んでください。お手入れの完了です。最後にコーヒーパウダーをコーヒータンクに充填してキャップを閉め、本体に取り付けてください。コーヒータンク、コーヒー計量器プレートのお手入れについては以上です。本格的なコーヒーやカフェラテをお楽しみください。